独創性あふれる色使い、まるで宝石のようなマカロン。つまらないものですかっていう商品でもないなっていう、うん、逆にそんなこう気軽に食べてほしくないみたいな。たった5センチ、一粒一粒にはさまざまな思いが込められていました。 松山市九谷町。小さなアトリエでお菓子作りをする岡智彦さん、三十歳。作っているのは卵白と砂糖、アーモンドを使ったフランスの伝統焼き菓子マカロンです。洋食のホテルで働いていたので、そこで勉強させてもらいました。濃厚でで甘くてこ満足感のあるっていうのは。 マカロン自体それが伝統的な存在かなって思っているのでやっぱり技術が必要なものっていうことでやっぱ僕にしかかできなないことののうちの一つかなアトリエが完成し始めたのは1年前どれだけ試行錯誤しても理想のマカロンにはなかなかたどり着きませんでした そそれこそもう完璧な火入れをつかむまでそれこそ半年かかりました正直なところつまらないものですかっていう商品でもないなというそれぐらいちゃんと時間かけてるしなんか勉強してきたしちゃんと自信ある商品ですよって出したいなあとは思います納得ののいくものができるまで 昼夜問わずマカロンを焼き続けるという岡さんシーズンごとにフレーバーを変え今まで作ってきたマカロンは三十種類以上マカロンの製造から販売まですべて一人で行っていますその色鮮やかなお菓子の写真や動画岡さんの人柄が面白いと SNS で話題に伝統を残しつつ 独創的な色使いで作り出すマカロンは全国でも注目の的になっています。口コミが口コミを呼び、着々とファンが増え、定期的に購入しているというお客さんも。SNS 見たことあります？なんかあの表現力がすごい面白いですよね。なんか独創性というか変わった人だなと思って。 お会いしたことはないんですけどもう写真がすごい素敵でインスタの写真でずっと見てましたうん。多分私全種類食べてると思いますマカロンを超えるマカロンぐらいな感じの美しい見た目と洗練された味が認められ今では百貨店や航空会社のギフトにも選ばれ全国紙で紹介されるほどそんなマカロンを多い時では一日 240粒も作るという岡さん簡単に真似できないこだわりがコンセプトが種から育てるマカロンということで自家栽培の野菜とかフルーツを使っているんですけど実は岡さん、菓子職人でありながら農家お菓子と野菜は主にインターネットで販売しています二足のわらじを履くまでの道は

手元にはほとんんど残りませんでしたそこから岡さんは飲食店で経験を積み3年前おじいさんが体調を崩したことをきっかけに農業の世界に帰ってきました今では栽培する種類を絞り農家を続けていますがほとんどがマカロンに使うためのもの中でも特別な思いを込めて育てている果物があります おじ丘さ,さんのために植えてくれたアイカ28号です。じいちゃんが当時うれしかったんだと思うんですけどこう植えてくれたからには期待に応えたいなと思ってでもそこからやっぱり現実そんなに甘くなくてちっちゃい規模だったっていうのもあって、まあ、1年ちょっとでやめてしまったんですけど、まあ、回り回って。 その飲食の道入ってから何年かしてまた戻ってこれたなっていう感じで全部つながってたかなって今になったら思いますいつもは優しいそれでも農業のことになると厳しかったおじいさん時には家を追い出されるほど喧嘩したこともほんとけしながら農業してたんで。 もうちょっと仲良く農業したかったですけどまあなんか <laughs> もうほにじいちゃん子やったんでなんか今やっとこれでお金稼ぎできてるんでなんか誇りに思ってもらえたらいいなっていう気持ちはあるんですけどちょっと遅かったっすね。嫌になるる時ももちろんあるんあですけど 本当にどうしようもなくなるまではできる限りのことはしていけたらいいなと思ってますおじいさんは2年前に高い。そんなおじいさんとの思い出の柑橘を使ったマカロンがこちら柑橘をお菓子に使用する際には水分を飛ばして味を凝縮させ時には本来のおいしさの特性を殺すことも大切なポイント そしてマカロンを作る上で最も重要なのが生地とメレンゲの泡を潰しながら混ぜ合わせ硬さを調整するマカロナージュと呼ばれる作業ですここからマカロナージュってやつですね角立つか立たんかはちょっとメレンゲ重要なのとやっぱ基本の潰し具合が一番難しいんですよ。そこはだにやっぱり しっくりこない時もあれば何回もやり直しする時もあったりとか誰にでもはできないやつですマカロンが軌道に乗ったこともあり今年のバレンタインデーをきっかけにチョコレートの勉強も開始新しいことにもどんどん挑戦していますあははは 方がこうやってこう。愛媛で、あのこんなに素敵なものを作られてるんだなと思って。そこにすごくびっくりして、マカロンってこう。日常的に食べたりする機会っ,ってあまりなかったので、こう。1粒1粒がすごくこう。贅沢な食べ物。なんかケーキとかはまたちょっと違った。特別感。それをすごく感じました。マカロン1粒で。 人を幸せにしたい岡さんには大きな目標がパッと食べれるものではないっていうのはこう作りながらも思っているのでそれこそコーヒーとか紅茶をわざわざ入れたくなるような特別感を持って一粒一粒お召し上がりいただきたいなと思ったりしています。まあ目指すは まずは全国的なスイーツブランドになることが目標なんですけどそっからやっぱり実店舗っていうのは最終的に構えたいなと思ってます。